どこにいてもちゃんとアプリで挨拶ができる。くーちゃん待ってて後で行くね。はい、2022年10月の24日月曜日、今日のオープニングはハジブトガラスのののら。ののちゃんはね、なんか出てきたそこ置くのね。カラスは貯食といって食べ物をね隠す習性があるんですけども、ここのケージには隠すところがないのでね、なのでこのタオルをののちゃんが自分でこう入れ込んでもしょもしょにしておやつをね隠すように、うん、作ったんだよね自分でね時々怒っちゃうけどね、隠したやつ。というわけで、うん、のの、あのハゲハゲだったののちゃんがすっかり生え揃いましたね。ただこの霜をね、このくちばしの付け根、鼻の穴を隠しているくちばしの毛と書いて霜、これがね、ののちゃんなんか広がってんだよね。ほら見て、ほら特に右側、うん、ここ、うん、ちょっと動かないで、ちゃんと見せてよ、うん、ここね、ほら広がってるね、うん、これね、ののちゃんが泊まり木でゴシ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 ここね、ゴシゴシやって、ここ、こうやってゴシ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 ってやるから、こうやって霜がねちょっと広がっちゃってんだよね、ののね、ののたん。よかったね、頭もこもこになってね。もう喧嘩しないで、うわうわうわ、てお君とほうちゃんがもう、はいはい、おしまいおしまい、ハウスハウスハウス、てお、ハウス、うん、はい、喧嘩しないの、仲良く仲良く。最近ドバトーズはこれねこれを運んで遊んでますね。はい、そしてくーちゃん、はい、ハジブトガラスのクッピー、オープニングね、ちゃんといつも挨拶してくれるんだよね。はい、やる気満々のクッピーです。はい、そしてラビー、さすがラビー、うん、ふにゅふにゅ、うん、ふにゅふにゅ、うん、はい、ラビーちゃんね。で、今日はですね、お知らせが2つあります、うん、1つ目は明日、明日ね、この動画を今日見てない人にとってはちょっと古い情報になってしまいますが、明日10月25日夜10時から、10月のお誕生会生ライブやります。先月の9月から始まった新企画なんですが、まあ、その月のお誕生月の方たちをみんなでお祝いしようということで始めました。一緒にね、あのチャットの方で、うん、何ですか何ですか、うん、わ、チャットでね一緒に盛り上がりたいという方は、あのメンバーシップの方にご加入いただければなっていうふうに思います。最初だけ入っていただいてすぐ退会していただいてもね全然構わないのでね、今月10月は誕生月だから10月だけちょっとメンバーシップになってみようかなとかっていうのでも全然大丈夫ですので、よろしければメンバーシップの方ご加入よろしくお願いします。ふにゅ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 、はい、そしてお膝来る、うん、じゃあちょっと待って、どうぞ、よいしょ、はい、来ました、うん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 、
うん。じゃあラベちゃんカメラ近い。うん。はい。そして二つ目はですね、これもメンバーシップのお話なんですけども、11月から、うん、おいおいおい、何、はいはいはい。なんか YouTube の方でちょっと、でしか、頭そうか、頭かいかいか、はいはい。頭かいかいしてほしかったのか。おとなしくなった。うん、どこ？もうちょっと上来れば。いいの？なんか気に入らないみたい。でもどうせすぐ来るんでしょ。ラビーぴょん、うんうん、ラビー、うん、じゃあもう喋っちゃっていい？どうする？来る？いい？じゃあ喋っちゃおう。というわけで、連絡会、190円の連絡会と490円の練習会と2つランクがあって、連絡会、190円の連絡会の方では動画が2ヶ月分ご覧いただけたんですが、うん。もうこれなんか YouTube の方の仕様の変更があってね、まあ、ちょっと詳しい話は、割愛しますが、ちょっと仕様がね変わってしまったので、連絡会の方で今後動画アップするものに関しては全て見られるように、あの2ヶ月過ぎたからもう過去動画見れなくなっちゃうとかではなく、今後連絡会でアップしていく動画はあの過去動画もね、うん、見れるようにしますね。ラビー、ただ490円の練習会の方ではちょっとね、ハトやカラスに関する情報とか、よりディープなお話を、練習会の方で動画をね、公開していこうと思ってます。あとですね、メンバー限定で生ライブ、これをね、ちょっと充実させたいと思ってまして、iPhone のカメラを使ってメンバー限定でね、ライブっていうのが以前はね簡単にできたんですが、 YouTube の仕様が変わってしまってそれができなくなってしまったので、パソコンからの配信じゃないとメンバー限定っていう設定ができなくなっちゃったので、今ね猛烈にちょっと勉強していて、 iPhone のカメラを使ってメンバー限定でライブができるっていうようにやってます。何回かね、もう今日もね朝4時までごちゃごちゃやってたんだけども、なかなかねなんかエラーが出ちゃってね、どっかがなんかなんだよね。でも詳しくないからなかなか大変なんだけど、でちょっとマニアックなので検索しても古い情報は出てくるけど新しいバージョンの説明とかが出てこないのでちょっと苦戦してますが、なんとかねやりますので、今後ね、あの練習会の方ではもっとあのメンバーさんとコミュニケーションを取れたらなっていうふうに思ってますので、あとよりディープなね情報をちょっと一般の方では言えないようなことがいっぱいあるので、まあそういったものもライブでね話せたらなっていうふうに思ってますので、ラビー毎月あのお誕生月お祝いライブもやっていきますので、ぜひこの機会に月ちょっと190円かかってしまいますが、ご入会の方よろしくお願いします。ではではまたね。眠くてぐずってたのか。